どうも犬飼圭子とケイでございます。今日もケイチャンネルご覧くださりありがとうございます。本日の動画は先日発売させていただきましたこちらのアイテムたち、ありがたいことにゾータウントップをね総なめさせていただいたんですけども、未だに大人気、そして前回こちらのアイテムを徹底解説させていただいた動画のコメントで、このアイテムたちの紹介だけじゃなくてこのアイテムたちを使ったコーディネートの組み方を教えてほしいと、その類のコメントたくさんいただいたので、今日の動画ではこちらのアイテムたちを使った、そう、新作コーデを使ったコーディネート、その数全50以上のコーディネートの中からトップ7を発表させていただきたいと思います。はい、この今日の動画を見てくださっている方はきっとこの新作のアイテムをもう購入されてくださっている方、それからこれから検討されている方かなりいらっしゃると思います。そういった方には特に参考になるというか、見てて面白い、自分が買ったアイテムどこのランクインに入っているかなっていうのもね気になると思うんですけども、先日リリースしたアイテム以外のアイテムもかなり使っております。なのでアドラーファンの方だったら全員参考になると思うし、そうでなくても無地のTシャツだったり、定番のメンズアイテムストライプシャツだったり、今となってはド定番のデニムパンツなんかを使った新作のコーデになるので、普段 GU ユニクロでしか洋服買えないよって方もかなり参考になっていただけると確信しております。ぜひ最後までご覧ください。ところで話は変わるんですけど、よく僕がいただく質問で、これから就職するんですけどやりたいことが見つかりませんだったり、今の仕事が楽しくなくて辞めたいと思ってるんですけど K さんどう思いますかと、そういった仕事に対しての質問たくさんいただくんですよ。この手の相談ってこれから就職する学生さんも今働いてる方もかなり身近に感じる、今も悩んでる方がかなりいらっしゃると思います。中学生高校生大学生であればあるほど、若ければ若いほど悩む、これから悩んでいかないといけない質問ですよね。僕自身10年間 SNS にコーディネートを上げてきて、アパレルブランドを経営してからは6年ぐらい経つんですよね。その中で毎日毎日ショートムービー、それからこの長尺の動画、そしてコーディネートを組んだり洋服を作ったりずっとやってて、僕ね楽しいことやってるからね飽きとか全くないんですよ。マジでね毎日幸せですなわけないんですよね。え、そうだったのって思いますよね。でもこれは人間であれば全員が直面する人生の課題だと僕は思っています。例えばじゃあヒカキンさんがね毎日動画作っていて、もう楽しくて楽しくて仕方がなくてね毎日ハッピーに仕事してるか、そんなことないですよね。洋服作るのもパンを作るのもお店で接客をするのも学校で子供たちに勉強を教えるにも楽しそうだなと思って始めたことが今では苦しくなっている、そんなことってありがちですよね。それ部活や習い事で同じことねもう経験してるはずです。仕事でもそれって同じように起こるんですよね。じゃあその度に仕事を変えていけばいいのか、そんなこと続くわけないじゃないですか。何事も続けていれば飽きは来るしマンネリしてくるし、楽しいことだけじゃなくてやらないといけないことっていうことがね増えてきます。例えば今日このハンガーに洋服をかけるこの作業の中でも、楽しいことではなくても面白いと感じれるか感じれないかはそれは僕次第だしあなた次第だと思います。例えば僕これハンガーかける時にどういう風に並べたら綺麗にこの画面に映るかなってことを考えてコーヒーを飲みながら並べているのは意外と楽しかったりしますし、動画撮る時も自分が皆さんに話したかった洋服とは関係ないことを話させていただくのも今面白いなと思って動画撮らせていただいています。何が言いたいのかっていうと、洋服を作るにしても野球をするにしても受験勉強をするにも子供たちに勉強を教えるにも、その通学や出勤をする道のりの中だけでも面白いと感じる工夫ができるかできないかで、人生って面白いものにすることもできるしつまらなくもできると思います。質問に戻るんですけども、今やってる仕事がつまらないんですけど就職変えた方がいいですかっていう質問、楽しいことが見つからないんですけども就職どうしたらいいですかっていう質問、何を選んでもね正解なんですよ。正直どの仕事を選んでもどの学校を選んでももう正解です。ただそれを面白いと感じ続けられるか、そしてつまらなかったものを面白いと感じることができるかどうかはあなた次第なんですね。今まで勉強をやっても運動をやってもダメだった、何をやっても落ちこぼれだった僕が今こうやって YouTube で洋服を作って販売できている、そして ZOZO タウンでもねありがたいことにこうやってご好評いただいているのは、この今の仕事もちろん飽きは来るけどもなるべく面白い
なって思えるように毎日工夫して生きているから、今こうやって6年間もブランド続けてられるし、10年間も同じファッションインフルエンサーを続けてられるんじゃないかなと今思っております。ではお待たせしました。この最新作を使った50コーデ以上の中からランキングトップ7、第7位は、今着用している柄シャツの花柄ブラックと最新作のカーゴデニムを使ったコーディネートになります。いや、これが7位でいいの？これが7位でいいんですよ。マジでかっこいい。ありがとうございます。なんでこういうコーディネート最近ね顔を切ってるのかっていうと、様々な人に参考にしていただきたいと思っていまして、僕が顔を出して話すと、モデルありきのコーディネートとして、それは K 君だから似合うよねみたいなことをねよく言われるので、顔をあえて切って皆さんに参考にしていただきたいと思って撮っているんですけど、このコーデタイトルをつけるならばオールブラックコーデ。このコーデかっこいい、真似したい、でもこの柄シャツ持ってないよって方は、例えばこういった無地の黒シャツでもいいし、レースシャツに変えてもらってもいいと思います。同じようにコーデ組めるのでね。今日のコーディネートの動画、大事なのはとにかく代用して同じようにコーデ組んでもらって大丈夫だからねっていうことを前置きとして伝えた状態で、7つのコーディネート皆さんに見ていただきたいんですけども、パンツもこれ代用するなら黒系のねハイウエストのデニムに変えれば真似できると思うんですけども、このコーディネートがここまで決まっているポイント3つあります。まず1つ目がオールブラックで重たくなってね、ただの真っ黒クロス系にならないようにベルトの部分ね光っていてね、タックインしていることによって境界線が生まれますよね。腰の位置に境界線が生まれることでメリハリもつく、足長効果もあります。オールブラックのコーデ組むときはメリハリをつけることが大事なんですよ。トップスとパンツで素材感を結構変えてみたりとか、ベルトなんかでねシルバーのアクセントをね入れてあげる、こういうメリハリが大事になります。そして2つ目の話、今のメリハリをより深掘りするんですけども、アクセサリーね見てください。首元、ベルト、そしてカバンにシルバー要素がコーディネートの中に入っています。プラス革靴でテカリというかね、ツヤっぽい感じをアクセントとして出しているんですけども、オールブラックの中にこの華やかポイント、僕の中でねこれ勝手に命名するんですけど、華やかポイントがないと色の波動というかね風水的な話にもなるんですけども、すごく落ち込んだコーディネートになっちゃうんですよね。風水としてもねあんま良くなくて、だからこのコーディネートにシルバー、光物をつけて華やかさを足してあげるってことがねものすごく大事だし、コーディネートもね一気に映えます。では3つ目のポイント、足長効果でございます。ただでさえこのコーデハイウエストでね、おへその位置ぐらいでベルトを閉じてタックインまでしているので、ね、もう足長効果 OK なんですけども、ここまでスタイルがよく見えるというか、もうこれ何頭身みたいな、これはですね単純に視覚効果があります。例えばこの写真、同じ加工方法でこれ撮っているんですけども、こんなに違く見えますよね。7位のコーデだけ足長く加工してるとかそういうわけじゃないんですよね。じゃあなんでこんな風に足が長くスタイルよく見えるのかっていうと、ここがポイント。そう、パンツなんですよ。この新作のデニム、フレアシルエットにこうね山のようなシルエットになっているから、よりね足が長く見える効果がありますし、さらにそれをヒールブーツでまとめ上げているから、もう単純に身長も盛れているっていう、もう爆盛りです。失礼いたしました。爆盛りと出てしまいました。しかもこれ写真よりも実物で見た方が分かるんですけども、センタープリーツがこれ入っているから、リアルで見た方がね足長効果爆盛りされてます。この3つのケースポイントによってで、このコーディネートがとんでもないおかしいぐらい足長すぎない、これ大丈夫っていうねコーディネートになっております。このコーディネート高身長の方やったらね、もうとんでもないオーラを放つこともできるんですけども、一番おすすめしたいのは低身長の方なんですよ。今の時代って高身長だからモテるってわけでもないですよね。低身長の方もね需要、もちろん女子受けあります。ただ大事なのがスタイルがよく見えているってことなんですよ。高身長でも顔が大きく見えて足が短く見えている、それじゃあちょっとダメで、低身長の方もねもちろん顔が小さく見えていて足が長く見えるモデルみたいなシルエットだったらねモテます。というか僕が街中で見ていてもね、いやこの人スタイルいいなって思います。この7位の方でぜひ低身長の方にはね特に参考にしてほしいなと思います。ちなみにガタイがでかい、まあちょっとぽっちゃりさんの方もオールブラックの方がね、これ美術の授業とかでも習ったと思うんですけども、横幅小さく見えます。そして第6位こちらでございます。はい、ポンチティのくすみブルーを使ったコーデでございます。これは正直最近の K 君っぽくないよ。
ちょっとそういうこと言わないでほしいんですけども正直このコーデ私服で着て外に出かけるかっていうと僕は着ません。じゃあなんで6位にしたの？っていうのはですね、ぜひこれ学生さんもしくは中性的な方に真似してほしいんですよね。白スニーカーも履いてラインの入ってるねカーゴパンツ履いて、結構もうストリート要素というか、なんかこれ違うかもしれないけど Y2K っぽいような印象もあると思います。若者の間で流行っているようなファッションといえばそうなんですよね。こういうのマジで新宿とか池袋かな、その辺で見るよね。若めの街にね来てらっしゃる方ね、こういうコーデ多いんですけども、あえて第6位に入れたのは若い視聴者さんに僕の代わりに着てほしいからっていうのあるんですけども、この動画女性の方もね参考にしてらっしゃると思います。特にその女性の方で僕の動画を参考にされてる方はユニセックスなメンズライクなコーディネートを着る方、それから男性の方でもより中性的な、日焼け止め塗るの当たり前だし GU のレディースとかも着るよ、そんな方にこそ僕これ似合うんじゃないかなと思います。モデル画像ではねこんな風に僕肌白く加工してたりとか髪の毛もしっかり隠してね中性的な感じにしてるんですけど、実際はね僕胸板もあったりとか肩幅も広かったりとか、あんまりこういうファッションね、もう今27歳にそろそろなる僕からするとね真似しづらくて、とはいえど色の拾い方だったりとかシルエットの作り方、このコーディネートの世界観を結構個人的に評価していて、似合う人が着てたらめちゃくちゃセンスいいコーデだと思ってまして、ポイントこれ結構あるんですけども3つに絞って伝えたいと思います。まず1つ目が色の拾い方ですね。青白黒王道3色を使っております。このモノトーンプラス1色って本当侮れなくて、どんな色でも絶対にうまくコーディネートが組めてしまうっていうもう鉄則です。これをね今更そんなこと話すなよって言われても本当これ大事なので覚えておいてほしいんですよね。そして2つ目がトレンド鬼使いっていうところで、カバンこれデカバッグトレンドですね、カーゴパンツこれトレンドですね、しかもラインが入ってますよね。最近ゾータウン見て気づく方いらっしゃると思うんですけども、袖にラインが入ってたりパンツにラインが入ってたりっていうのがねめちゃくちゃ流行ってます。そしてこのビッグシルエットの使い方、これもトレンド。厚底スニーカー、このコーディネートシンプルに見えなくもないけどよく見るとトレンドアイテムだけで組んだコーディネートになっております。そして3つ目、ライン入りのパンツを使った話に限定したファッションポイントになります。ぜひライン入りのパンツ持ってる方はこれ聞いておいてほしいんですけども、そのラインと同じ色の靴を使っているんですよね。基本的に白いラインが入っているものがほぼ全てだと思うので、白いラインに対して白いスニーカーで拾ってあげる、そうするとこれ一体感が生まれてね、これは本当にねおすすめなんですよ。これからこのライン入りのパンツっていうのがめちゃくちゃ流行りだします。メーカーさんからの提案とかでもかなりいただくんですけども、世の中のブランドこれからどんどんライン入りのトップスもパンツも増えてきます。これ覚えておいてほしいんですけども、そのラインに対して同じ色のスニーカー、つまり白のスニーカーで拾ってあげる、これね覚えておいてください。では第5位こちらでございます。いやこれ一番好きだな。ありがとうございます。これね僕もかなり気に入っているコーデになるんですけども、新作のグラシャツマグマのブルーと新作のそうこちらカーゴデニムのブルーを使ったコーディネートでございます。さっきの第6位のコーディネートとつながるんですけども、白黒ブルーの3色で組んでいる、これはね一段レベルが上がっております。さあそれはなんででしょうか。青の種類が3種類だよね。正解、さすがですね。このコーディネートの凄みっていうのは白黒青なんだけど、その青の種類をかなり広げていることによってより深みのあるコーディネートになっております。よく見るとこの柄シャツの黒に見えるところ深いネイビーなんですよね。そして柄シャツの中に入っているこの青の色、そしてデニムのブルー、全て違うトーンのブルーを使っております。これを言い換えるとグラデーションができております。あとはトレンドアイテムのもう厚底サンダルだったりカーゴデニムに対しても、まあ、これもトレンドですし、誰が見てもあこれはおしゃれだなって思ってもらえると思うし、女子受けって観点で見てもねこれは間違いないと思うので、今日紹介する第7位までのコーディネート中全部の中で特段大多数からの支持は得られるコーディネートじゃないかなと思います。では第4位こちらでございます。はい、かなりシンプルなんですけどポンチティの新色ライトグレーとジップカーゴパンツをね合わせたコーディでございます。このジップカーゴパンツありがたいことに ZOZO でね試写購入して評価星5をマックスいただいております。ありがとうございます。こちらはもう再販売はしないんですけども、同じようなシルエットと色味のパンツで代用できます。このコーデが素敵だなって僕が思うポイントは、トレンドのテック系要素をしっかり拾ったコーディネートっていうことになります。テック系のコーディネートって今
今組むだけでなんか大人びているというかおしゃれ感が出てくるコーディネートになるんですけども、このコーデではパンツがまずテック系の素材を使っていて、そしてこのデカバッグもコーデュラナイロンを使っているのでテック系を拾うことができていて、色彩としてもねグレーブラックの2色でしかコーデ組んでいないのでものすごく無機質な世界観がうまく現れている夏のシンプルコーデになっているんですよね。無機質なコーデになるほどその人のオーラをね出しやすい、そんなコーディネートになりますので、その着る人自身のオーラというかスタイルなんかをね表にしっかり出しやすいコーディネートになっております。これね結構簡単なコーディネートに見えてかなり着こなすのはね難易度高いと思います。ここから先ベスト3の発表になります。ここからは要注目でございます。第3位はこちらでございます。はい、これはアドラっぽいね。はい、色の使い方、アイテムの使い方、まさにアドラーコーデって感じします。僕も感じております。新作のアイテムといえばもうこれしか使っていないんですけども、この深みのある赤、そうバーガンディーというかレンガ調のカラーを使ったシンプルながらに色味としては珍しい夏コーデになっております。このコーデのポイントは最初の方に話したと思うんですけども、やっぱりタックインしてハイウエストで履いているからスタイルが鬼よく見えますよね。サンダルもしっかり厚底サンダルを使っているので足も長く見えていて、サンダルのアッパーはスウェードレザー調、ベルトもレザー使って、カバンでもレザーを拾っていることによって高級感も増します。一見派手な色味のもの珍しい色の柄シャツを使っているんですけども、しっかり落ち着かせられているのがこのコーデの魅力でございます。つまりはこのコーデどんな柄シャツでも合わせることが可能な万能なコーディネートの組み方になっていて、それでもそんなシンプルだけどもしっかり押していて、でも守りすぎていない、この絶妙な塩梅、このコーデ本当に僕好きなんです。シンプルすぎるコーディネートも万人受けするかもしれないけど好きじゃない、でも派手すぎるコーディネートこれもね自己満足になってしまう、そんな中ですごくいい塩梅でおしゃれを楽しめているコーディネートと私はね思っているんですけど、このコーディネートのもう型を参考に他のねコーディネートを組んでみてほしいなと思います。正直色がね物珍しくなればなるほどコーディネートって組むの難しくなってくるんですよね。そんな時にはこのコーディネート思い出してほしいです。では第2位、これはね僕が組んだコーデだけど僕は着ておりません。こちらです。モデルの天くん着ておりますが、よく見ると結構派手なコーディネートになっております。袖にロゴラインを仕込んだこちらの新作のポンチティのコーディネートになっております。この類の T シャツ、そう袖にロゴがねプリントされているアイテムっていうのはものすごくラグジュアリー感を感じるようなそんなアイテムになっております。このアイテム実は結構難易度高いアイテムになっているんですけども、どうすればうまくコーディネート組めるのかっていうと、ストレートのねデニムと合わせてほしいんですよ。コーディネートの雰囲気に一気に締まりが生まれます。アクセサリーもこれよく見るとかなりふんだんに使っていて、ストレートのデニムの中にもロールアップ部分のメタルのねポイント、こういったアクセントがたくさん生まれて、ブーツも履いていてコーディネートが締まっているわけですね。新作のポンチティの中でも一色だけ異質だし、今流行っている T シャツなのかって言われるとそうではないデザインなんですけども、ものすごく自分だけの世界観を生み出せます。それでもしっかり一癖効いたトレンドのデニムを使っていて、コーディネート自体はね派手すぎてないし、これはね老若男女問わず、それから体型もあんま問わずね、オーラを押し出せるコーデだと思います。このコーデもね T シャツ、シンプルな黒い T シャツでも同じようなコーデ組めると思います。ただそうするとものすごくシンプルすぎるコーデになってしまうと思うので、ぜひアクセサリーだったりカバンなんかでね差別化をしてあげると同じようにねラグジュアリーなコーディネート組めるんじゃないかなと思います。では最後第1位のコーデでございます。これはね別格です。これ真似してくれたら本当嬉しいよね。本当に嬉しいと思います。こちらでございます。先日発売した柄シャツの中で僕が一番気に入っているこちらの花柄のシャツとカーゴデニムパンツを使ったコーデでございます。新作でもね同じカーゴデニムっちゃカーゴデニムなんですけども、このパンツよりもよりエッジの効いたもう全然違うアイテムなんじゃないかっていうぐらいの差が生まれているパンツでございまして、このパンツでね合わせていただいてもしっかりいいコーデになるんですよ。ただ1位に選ばさせていただいたのはこちらなんですよね。ポイントはごちゃごちゃ感でございます。今まで言ってきたまとまりとか全然度外視した話になるんですけども、コーデを組む難易度としてはねちょっと高いんですけども、このごちゃごちゃ感だけどこのコーデコーデ全体がうまく見えている、なんでなのかっていうことをこれからね解説させていただこうかなと思います。このコーディネートをね真似していただけると僕的にはめちゃくちゃ嬉しいです。街歩いててこのコーディネート着てくれてるアドラーファンとか、インスタにこのコーディネートで投稿してくれてる方見たら結構テンション上がっちゃうんですよ。ではこのコーディネートのポイントなんですけども、ごちゃごちゃしているんですけども、やっぱり色の使い方としてモノトーンベースに花柄としてはレンガ調のダークレッドの花のね一色を使っていることによって
赤、白、黒のコーディネートになっているんですけども、カーゴデニムとかダットスニーカーの組み合わせってストリートチックなすごいインパクトの強いアイテム同士になっているんですけども、シャツで花柄を使っていることによってさらにごちゃごちゃさせております。それでもこう締まっているのはデカバッグを使ってシャツのシルエットをキュッとあえて縮めていることによってこの A ラインシルエットが生まれています。このシルエットとしてもこの写真から伝わると思うんですけども、ものすごい複雑なコーディネートのポイントが生まれております。最後がトレンド性、厚底のダットシューズ、それからこのデニムカーゴパンツ、そしてトレンドのデカバッグ、花柄シャツもトレンドの一つということで、一見ごちゃごちゃしているアイテムどうして組んでるか大丈夫って思うかもしれないけども、まとまっているのがこのコーディネートの個人的な評価したいポイントでございます。理論的にコーディネートの点数をつけていくと第4位のこちらのコーデとかね、普通だったらね1位になると思うんですけども、そういった理論的なことを外して気に入ってるアイテムと気に入ってるアイテム合わせてコーデ組んでみたらなんかよくまとまったよねっていうことってあるじゃないですか。こういったことがこのコーディネートではね生まれているんじゃないかなと、取り留めのないファッションインフルエンサーの解説になってしまったんですけども、そのままコーディネート真似してもらいたいなっていう、そんな画像でございます。ということで以上1位から7位までのコーディネートでございました。皆さんの中でね、この1位から7位までどのコーディネートが一番僕は好きでしたっていうので、ぜひコメント欄に教えてほしいんですけども、最初に言った通りこの新作たちのアイテムを使った写真でね、今回1位から7位まで発表させていただいたんですけども、同じアイテムを使ってなくても似たような色だったりとか似たようなシルエットのアイテムでも同じようにコーディネート組めると思うので、ぜひこの動画の参考に仕方をしてくれれば嬉しいですし、少しでも力になれたら嬉しいなと思います。僕自身コーディネートを組むのが仕事ではなく、洋服を作るのが一番の仕事になっておりますので、なんなら皆さんのインスタでね載せていただいてるこういった素敵な画像たちが僕にインスピレーションを与えてくれてるんですよ。皆さんが僕に洋服の組み方を教えてください。僕はねそんな皆さんにより低価格でより高品質なアイテムを届けます。ぜひねこれからも犬飼圭と一緒に洋服楽しんでいただければと思います。最後までご覧くださりましてありがとうございました。以上 K チャンネルでした。